高身長イケメン、どうとこですと、点数低い、どうもです。5000円以下で買える、おすすめパンツ5000。よいしょー。今回は、夏におすすめで、かつ、オールシーズン履ける、5000円以下で買える、おすすめのパンツを紹介していきます。どれも安いことはもちろん、パンツには割とお金をかけている、このワムーが、この私、ワムーが満足しているパンツを紹介しますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。そして、164.5cm の短足の僕が実際に着用していきますので、サイズ感とかも参考にしていただけると思います。ぜひ夏に使えてコスパのいいパンツを探している方、いや、僕と同じ低身長短足でパンツを探している方は参考にしていただけると幸いです。で、このチャンネルではこのように低身長男性が少しでもかっこよくなるためのメンズファッションに関する動画を週に6回アップしております。ぜひお見逃しないようにチャンネル登録と通知のデマークをお願いします。では本編参りましょうか。せーの、領域展開無料クッション。じゃあ、一点目はこちら。無印から発売されている縦横ストレッチデニムワイドパンツです。これが婦人用の、まあ、いわゆるレディースでして、サイズが L サイズでございます。カラーがですね、ダークネイビーです。よいしょ。ダークネイビーだよ、明日だよ、食べに行こうです。まずこちらのパンツがお値段が2990円でめちゃくちゃ安いんですけども、しっかりと生地がこのようにマットな質感になっていますので高見えするんですよ。縦横伸びるっていう名前だけあって非常にストレッチ性があります。デニムって結構硬くて苦手な方も多いと思うんですが、このデニムパンツは非常に履きやすくておすすめです。で、夏に一番重要なのが涼しいかどうかなんですけども、まあ、決してこのパンツがめちゃくちゃ涼しいとは言えませんが、ただこのように生地は割と薄めなので、まあ、オールシーズンに使っていただけるパンツかなと思います。実際僕も今日は履いてました。僕はサイズを L サイズを選んだんですが、僕は 164cm の短足にならせていただいてるんですけども、このようなワイドパンツはいつも股下66から 68cm を選んでおりまして、このパンツは股下 68cm でございます。着用感こんな感じです。僕は靴にかぶさるように合わせたかったので、このように 68cm を選びました。で、素材がコットン 96% でポリウレタンが 4% 入っております。正直ポリウレタンはもっと入っているかなと思うぐらいのストレッチ性でございます。まあ、デニムと言いますとこのように硬くて分厚い生地を思い浮かべる方も多いと思いますが、本当に従来のデニムとは全く違うような楽ちんさがありますね。一応僕が大好きなデニムで、まあ、2020年 SS のユニクロ ×JW アンダソンで発売されたワイドフィットデニムっていうのがあるんですけども、そのデニムに近いようなデザインとサイズ感なので、そのデニムを買えなかった方にも非常にお勧めしたいです。ではこのように GU のキューバシャツとこのデニムを合わせたコーデが非常に好きです。 GU のキューバシャツが1990円でこれが2990円なんで、上下合わせても7000円ほどで作れる最強コーデかなと思います。靴は適当に黒系のサンダルを合わせていただけるとかっこよく決まりますので、ぜひ皆さん真似していただけると非常に嬉しいです。このパンツめちゃくちゃおすすめです。ぜひ一度お試しください。はい、次2点目がこちら、リメールのパンツで、この名がルーズベーシックワイドパンツでございます。で、お値段が5500円でございます。あ、5000円以下ってことで、税抜きで5000円でございますので、そこはご了承ください。ご了承お願いします。今日格段につまんないギャグが、面白いギャグ募集中です。で、カラー展開が非常に豊富で、チャコールグレー、ブラック、ライトグレー、ブラウン、モカ、ネイビーでございます。合計6色のカラー展開を展開されておりまして、僕はブラウンを購入しました。あえて春夏の清涼感のある色を履きたいときに、この重たい秋っぽい色を持ってきて差別化を履こうと思いました。差別化中です。みんながポケモンのダイヤモンドを買っているときに僕はパールを買っていました。で、こちらのパンツの大きな特徴は、まず1個目このドレープ感ですね。生地がポリエステルとポリウレタンが入っていますので、かなりドレープ感が強い生地でございます。まあ、薄めのポリエステル生地でございますね。で、3パーだけポリウレタンが入ってますので、若干伸縮性もあります。なので履く時の窮屈感も一切ありません。僕はお尻を手術したばっかでできませんが、お尻を手術したばっかじゃなかったらノーパンで履きたいぐらいこの清涼感やばいですね。ノーパンで履いた時の清涼感はマジで半端ないと思います。ちなみに僕は割と夏はノーパンで過ごしてます。で、もう一個このツータックですよね。このフロント部分のツータックが結構深めに入っていますので、腰周りからかなりゆとりを持ったワイドシルエットでございます。なんでこれを履くだけで夏のコーデがそれっぽくスタマになりますので、これ重宝しております。で、1個まあ気にならない点を挙げるとすれば、この生地に若干、まあ、テカリ感がありますので、わかりますかね、結構このブラウンとブラック、まあ、チャコールグレーみたいな色が混じっている生地感で、そこに若干、まあ、テカリがありますので、まあ、テカリ警察若干そう全然気にならへんし、このパンツ気に入ってて履いてるけども若干テカリがありますので、まあ、そこだけ結構、まあ、気をつけていただいて購入していただければいいかと思います。なのでマット
そうなツヤのない質感が好きって方にはあまりおすすめできませんが、一般的に安めのワイドパンツが欲しいって方には非常におすすめなパンツでございます。リゲルのルーズベーシックワイドパンツでした。オンパンは船長カメラマンの割ったな。はい、次で次におすすめなのがこちらです。ウィムバイトルから発売されているラチネセミワイドテーパードスラックスでございます。このパンツね、めちゃくちゃいい。まあ、夏とか春って白系のパンツを履きたくなるんだけども、その中でも一番コスパとデザインとかが一番好きなのがこのパンツです。マジでめちゃくちゃ良くて、どこが気に入ってるかというと、一番のポイントがこのフロント部分の深みのツータックと、ここのテングと呼ばれているボタンのパーツ、これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。でこのフロント部分って僕って、まあ、こんな言わん方がいいと思うけども、あのニニットっていうパンツ専業ブランドのパンツに似ていて、僕はニニットのパンツが欲しかったんですけども、それはね 3,4 万とかしちゃうんですよ。でどうしても結構ねお金がきつくて、なんかいいパンツスラックスないかなって思った時に、この 5,500 円ですね、このパンツになりました。でお値段が税抜きで5000円でございます。まあ、税込みでは5500円になっちゃうんですが、5500円を払ってもめちゃくちゃいいと思えるパンツでした。僕はベージュを買っておりまして、一応こちらに、ね、ブラックもあるんですけども、正直ですね、ブラックは買っても買わなくてもどっちでもよかったなという印象ですね。このベージュはめちゃくちゃ気に入って、でチャウ色もブラックもいいなと思って買ったんですけども、一応ブラックの色に近いパンツを僕すでに持って覚えましたので、なんかめっちゃ気に入っていくようで買ったけど、正直今一番おすすめなのがこのベージュでございます。で、サイズ展開が SML でして、僕は 164.5cm の短足で S サイズをやりました。サイズ感こんな感じです。僕はブルーのコーデでこんな感じで合わせたり、ブラウンのシャツとこんな感じで合わせたりですね。基本的には僕がブルーと黒のサンダルで合わせたこちらのコーデが好きです。でもれなく全パンツをえぐいぐらい裾上げする僕なんですけども、このパンツは裾上げせずともこれぐらいのサイズ感で履きましたので、マジで最高で、近くで見ると分かるんですが、この生地感ですよね。若干凹凸のある生地を採用していますので、凹凸がある生地ってことはその分肌に触れる面積が少なくなりますので、清涼感もめっちゃあります。一応レイオンも入っていますので、この生地のドレープ感もあってですね、非常に夏らしくて、かつ上品でセクシーな印象をもたらしてくれるパンツでございます。そのパンツが税抜き5000円はマジでやばい。でいつも僕は裾幅をワイドパンツならば20センチ以上は欲しいって言っているんですが、このパンツは 19.5 センチの裾幅で、セミワイドパンツの若干テーパードが効いているスラックスなので、非常に、ね、足のラインも綺麗に出るんです。ここまでも最高です。これはすごくいい白パンツです。このパンツぜひ皆さん買ってみてください。めっちゃいい。今買うと来るのが8月上旬ってなってるけども、8月上旬にもらっても言うて一時的にオールシーズンが来ますので、ぜひ皆さんお試しください。あ、ちなみに企業案件ではありません。お次はこちら、このカーゴパンツ結構視聴者さんからも反響多かったパンツです。お名前が縦横ストレッチワイドパンツでございます。こちらも無印の婦人でしたね、レディースの商品でして、サイズ僕は L サイズを選んで、で色がカーキを選んでおります。で最初カーゴパンツって言ってますけども、チノパンツです。シンプルなチノパンツなんですけども、ただ色味がすごくね、カーゴパンツマジでミリッタリーって感じの色をしていて、そこがねめっちゃ渋いです。でそのコットンを使っているんですけども、そのコットンもですね、なんかそんな安っぽいコットンじゃなくて、めっちゃ高級感のあるなんか分厚めの頑丈なコットンを使っていますので、そこもねよりミリッタリー考えて非常にかっこいいです。まあ、白系のオープンカラーシャツとかと、まあ、クリーンとこちらのミリタリー感を出して、まあ、クリーンなシャツとミリタリー感のあるパンツで合わせていきたいんですけども、今のところ白系のシャツを持ってないので、まあ、僕は合わせられませんが、そんな感じでクリーン系とこちらの無骨なパンツで合わせていこうと思います。現状は以前の動画のようにナチュラルカラーのオープンカラーシャツとかと合わせております。このパンツはカーブスと合わせももちろんかっこいいし、サンダルでもいけるんで、非常にですね合わせるアイテムを選ばず、しかも生地的にもオールシーズンいけるパンツなので、合わせるアイテムを選ばずオールシーズンを履けて、僕たち低身長でも履けるパンツ、マジで神。それがなんとお値段が2990円、アーティナルス数字、もうバンドナゴは空いちゃってるんだよねって話です。日本人は早くこの異常な世代に気づけって話で、無印のサイトのリビューでも星5中4点というめちゃくちゃ高い評価をもらっております。私は68センチでカーブとかと合わせたらちょうどいいし、靴に合わせたらちょうどいい長さでございました。ただね、一つ気に入らん点を挙げると、この後ろのゴムですね。
こういうパンツは僕タックインして後ろから合わせようと思ったんで、この後ろのゴムが非常に気に入っていませんが、それでは最高のパンツでございます。一応カラーデカイも、キャメル、ネイビー、ベージュ、カーキグリーン、オフホワイト、グレッシュブラウンと非常にカラー展開も多いんで、一度店舗に行って確認してみてください。おすすめです。最後はマスカの緊急事態宣言でまた買いでいないですが、こちらのパンツです。無印のフレンチリネンストレートパンツでございまして、こちらも婦人のアイテムでございます。で、レディースのリネンのワイドパンツでございまして、これ以前試着しておりまして、ネイビーか左のカラーが非常におすすめでございます。おそらく買うなら M サイズだと思います。私は66センチあたりの僕で、M サイズが非常に綺麗に履けました。で、シルエットが非常に太すぎないシルエットで、めちゃくちゃかっこよかったです。左のカラーを買おうと思って試着したんですが、顔が結構僕若干濃いんで、インボールみたいな現地の民族衣装みたいな感じになっちゃって、あんまりかっこよくなかったんで、ネイビーを買おうと思ったけども、ただネイビーはネイビーで、僕以前ビクティムのウールの入っているめちゃくちゃかっこいいパンツを購入したんで、ちょっとネイビーはキャラかぶるし、かといって左はめっちゃ好きだけど現地人感出るし、どうしようかなって迷った結果見逃したアイテムでした。ただお値段はもう3990円で、あの上質なリネンを使っているパンツはもう他探しても絶対にないと思うんで、リネンのワイドパンツで安くてかっこいいものをないかなって探してる方は、ぜひ一度無印のこのパンツをチェックしてみてください。で、無印のサイトのレビューでも星54.6なんで、めちゃくちゃ高いです。無印のリネンアイテムはメンズは結構細めのパンツとか厚めの服しか展開していないですが、で、レディースは割と太めのシルエットも発売していますので、ぜひ一度無印のリネンのレディースはチェックしてみてください。あと僕が行った店舗ではなかったけど、このダークグレーもめっちゃいいですね。ダークグレーもいいよ、ダークグレーも。はい、今回は5000円以下で買えるおすすめ紙パンツを5個紹介していきました。1点目が無印のデニム、2点目がリネンのパンツ、3点目がリブのパンツ、4点目が無印のチノパンツ、5点目が無印のリネンワイドパンツでした。どれも僕が自信を持っておすすめできるアイテムですので、ぜひ一度購入を検討してみてください。全てのアイテム短足の僕でもまた下補正がなしで履きました。で、このチャンネルではこのように低身長男性が少しでもかっこよくなるためのメンズファッションに関する動画を週に6回アップしております。ぜひお見逃しないようにチャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。自由で女友達に服を選んでもらってみたとか、低身長夏の NG コーデなどおすすめ動画は下の概要欄に貼ってます。ぜひご覧ください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上、アリベッデルシ。